こんにちは。現在、スマホ決済がとても盛り上がってきています。PayPay、LINEPay、楽天 Pay、Apple Pay、ファミ Pay などなど、実は郵便局、すなわちゆうちょ銀行もスマホ決済をしています。それはゆうちょ Pay。あなたは知っていましたでしょうか？知らない人も多いかもしれません。私自身はゆうちょ Pay を知っていますし、ゆうちょ Pay のアプリもインストールしています。インストールした理由は、アプリをインストールして、銀行口座を登録す、郵便局の口座を登録すると、500円がもらえるというキャンペーンがあったからです。今回は、ゆうちょ Pay について話したいと思います。先着100万名に500円の現金がプレゼントされるというゆうちょ Pay デビューキャンペーン。100万名に500円ということですから、総額は100万かける500円で5億円となります。このキャンペーンの期間は2019年の5月4日から9月30日までで、対象人数、つまり100万名に達したらその時点で終了になります。今、もう9月30日にだんだん近くなってきてるんですけど、未だにやってるので、まだ100万名には達してないみたいですね。このキャンペーンですけども、CM でやってるわけでもないですし、Twitter の方でゆうちょ Pay で検索しても、ほぼゆうちょ Pay の公式アカウントしかツイートしてないみたいです。一応、ゆうちょ Pay 公式アカウントは、フォロワー数は12万あるんですけれども、ツイートがほとんど、ゆうちょ Pay 公式アカウントしかないので、とても寂しい限りです。ここまで盛り上がらないのは、かなり珍しいかなって思っちゃいます。ゆうちょ Pay の公式ツイッターで、唯一やっているマーケティングがですね、あるんですけれども、それは、公式ツイッターのフォローとリツイートで Amazon ギフト券700円分がプレゼントされるというものです。多分多くのフォロワーはこのプレゼント目当てでフォローしたんじゃないかなと思います。ただこれだけだとまだ宣伝不足のような気がします。もしかしたらゆうちょ銀行さんは例の保険の問題での対応が大変なので、ゆうちょ Pay どころじゃないのかもしれません。さて、ゆうちょ Pay のデビューキャンペーンでもらえる500円ですが、これっていつもらえるんでしょうか？私のゆうちょ Pay のアカウントには全く連絡がありません。ですからずっと放置してました。しかし、先日たまたまゆうちょ銀行でお金を引き落として通帳を見たら、なんとすでに500円が振り込まれていました。こちらがその写真になります。これって何なんでしょうね。丸月末日までに振り込みますという連絡も、丸月末日に振り込みましたという連絡も一切ありませんでした。このやり方ってどうなんでしょうね。ちょっと違和感を覚えました。私の個人的な感想ですが、ゆうちょ Pay はこのまま当分盛り上がらないような感じがします。というのは、他のペイ払いに比べると魅力がないからです。例えば、ショッピングでポイントがもらえるとか、キャッシュバックがあるとか、
こういうものは今のところ一切ありません。また、YouTubePay が使えるところっていうのは、他のペイ払いでも使えるのかなって思いますので、YouTubePay 自体の魅力がほとんどないのです。結局、生き残るペイサービスは限られてくると思います。まあ、利用するユーザーとしては、ペイ払いは一つにしたいところですよね。いろいろ乱立していても分かりにくいし、アプリを複数インストールするのも邪魔くさいですし。まあ、今は過渡期なので仕方がないといえば仕方がないのですが。ゆうちょ銀行さんがやっているゆうちょペイ。ゆうちょ銀行といえばとても大きな会社ですから、資金も当然いっぱいあると思います。なので、ドカーンと大きなキャンペーンでもやってほしいところですね。そうすれば、それが起爆剤となって、一気に人気に火がつくかもしれません。以上で、YouTube についての動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。